この絨毯みたいなのあるだけで高級感が違ってくるよね。半分以上屋外みたいなもんだけどいいのかしら。バカね、あなたはこの絨毯着てこの地下フロアの床に設置された何かを覆い隠す役割が果たしているのよ。絨毯めくった隠し倉庫とか素敵ロマン。自慢すごとに調べろっていうのか。そんな面倒なこと知られないが、もしそういうのがあるんだったら何かわかりやすいヒントがあるはずは穴が開いてたりとか。もしそういうのがあるとしたら、あるとしたらで本当に存在しなかった例なんてないよね。これはもう確定だ、確定だ、隠し倉庫ある。そういうセリフを逆手に取った会社はやめろよ。一日やめろこれ。なんか焼きくそ気味もな。これ。リプ、いや、リフ、リフ、リフレクター？違うな。リフリーチデータか。そう、それでし、頭いい。そんな、それ、これぐらいの英単語43歳にしときなさい。また言った、私13歳なんですけど。何あれ。世の中にきっと知らなくていいことがたくさんあるんだ。福祉の大学だっけ？オリオコさんっていいかな？え、今何なの？この意味はわかんないんだけど。調査に逆らったら兵士の仕事クビになってしまいました。畜生班のメガネババアメ。ババア、そうなの？だって30年前からいたんだ。その子が40歳を超えてんじゃないのか。40歳をババアなんて言ったら全国のお宿女の皆さんに殺されるわよ。だからババアの前に乗り込む時点で言うとっていう注意書きをくっつけばいいよ。なるほど、彼らにしては17歳ですでにババア扱いなのは40歳でも変わらないと考えたらね。何の話なんだよ。今のここはボケが始まって前に増して変な宗教への系統がひどい。やってらんねえよ、パッキャロー。あんなボケてるもボケてなくても一緒のような気がするけどな。さすがお前さんの親父だな。姉ちゃん、ほら褒められたよ、親に似ているって。どこがよ！いいですか皆さん、あなた方は神に選ばれた存在であり、その代弁者という教祖様に従うことが定めなのです。こんなことにカートの満点、これは叩きのめさなければ。まあ、待て、こういう何かを盲信している奴はその場に弾圧してむしろ信仰が深くなるばかりだ。そうね、あのメガネコは全くもって正しくないってことを公の場で暴露する必要があるんだろうね。意外とみんな考えてるのね。まあ、あなたに比べたら誰でも考えてる方に分類されてると思うけど。どういうこと？少しは考えてみたらどうだ。レイちゃん空気読めなさすぎでしょ。そこのあなた何か心に悩みを抱えているわね。昨日フリスビーみたいに遊んでてレッシーの大切にしているとお皿を割ってしまったことを言い出せずにいた私の悩みをなぜしているの。あれ割ったのお前か、こら。というか割れることを前提にしてはしゃぎっぷりね。あ、いや、そういう心の悩みを話してくれる今日。子供っぽいレッシーのことだからプラスチック製のお皿である可能性にかけてみたけどダメだった。お前謝るとかできない。いや、それはそうだ。大切な皿をフリスビーにしちゃってごめんなさい。もうフリスビーにはしません。フリスビー以外は、承諾しかねる。風呂掃除3週間だ。バカな！何がバカなだ。トホホ。トホホとか久しぶりに聞いたわ。本当に無理だな。代弁者だと、教祖とやるわ、というのか。子供には難しかった。この日で空を飛ぶとかいうギャグで笑っていられるうちに子供だという定義はどうだろうか。なんか知らねえ。何これ、被り物かよ。そんなことより野球しようぜ。チャラララ、え？
なんだ君たち。ジーンって、ハイロウ、ご飯何をする？ハイロウは技名です。誰もそんなこと聞いてない？君がなんか変なカートの教えにはまり込みそうだったから、その口から引きずり出してあげたのを感謝してほしいぐらいだわ。なんとあれがカウト、しかし全くそんな感じはしなかった。これが洗脳か。しかし、だとしてもなんかこう、もっとこう、丁寧な方法はなかったのかい？なんかこう、言葉で語るとか。ん？何そのコマンド。人の善意を素直に受け取れない人は超必殺技をノーガードで受けて沈めばいいって偉い人が言ってた。少なくとも心の中で言ってた。いや、それ電波だからな。革命でもやってたのかしら。キットくん。キットくん。ママ、お腹すいた、ママ。あ、ママはもういないんだった。ママはあの日、性転換手術を受けるとか言い出して、次見たママは妙に無駄毛が濃かった。何事？神に選ばれた、ふざけた話だ。この神とやらの貴様を勝手に生み出しても飲みすぎないというのに。この生意気な発言をして児童を見ると、ちょっとそこらの花猫島に投げ捨てたくなるのって私だけだな。なんでそんな微妙な場所に。ここはパン屋さんでしょ？何パンをお求めでしょうか？ルパンがいい。うちはペット禁止だ。ペットって。アイテムいらんかね？この小屋の湾でアイテム頼っていって真の死だと言えるでしょうか？別にそんなの目指してないし。僕あのゲームしゅ、っていうかあのゲーム終盤はひたすらアイテムを強化する作業になるのにあの発言はないわよね。そのいつも元ネタがわからない人を華麗に置いていく発言やめろよ。教祖様を称える健康ダンス、それ、ノリノリ。ん？最後の街なだけあって、妙に人々の気合が入ってる。聞く分無駄だけどな。こんな次回。ゆるかわプルーフにスイーツで恋の香りが、フングルイディベロップ。カップルが集いそうな店、エッちゃんたちを見つけたら冷やかしてやろう。いや、むしろカップルが率先して避けそうな店。It's a key! おう、そいつに目をつけたか、何かわかんないいい輝き放っているから拾っておいたのさ。ひどいものを売ろうとするな！勇者っていろいろものを売ってお金を工面する最たる存在だと思わなくもないけど。買うか一度にお値段がたったの5万ゴールドだよ。ん？安いか高いかわかんないけどどうしようかな。うん、いいや、何に役に立つのかわかんないし。じゃあその分に売ったお金で焼肉パーティーしようぜ。いいやん。いやんって聞こえた。そういえばこいつの人の名前ちゃんと言わないどころか、アレッシーと呼ぶか、なんか、アレッシーって聞こえて嫌だ。偉いねえ、レッシー。偉いねえ、レッシーは偉いねえ。待って、ひょっとしてマサとか。歌舞伎と緑茶の店、オッス。どういう？あ、でも何のやつ、こういうの、こういう変なの好きそうだな。ルービーで見せながらこっそり買ってはいちいち持て余していたペナントやらを危機として引き取ってくれたわけだ。部屋に木刀いっぱい増えてたのは、あれお前のせいか。ん？やぶれしい、やぶ落ち着いたアレッシーが怒った。なぜ妙な語を作り出す？ん？夢にいる薬、法律的にされている多分の薬か。気をついて薬が夢を見ているっていうオチだと思う。ネタつぶしはやめようよ。無償は、ん、和光堂の特権風。誰が決めたか、そんなルール。私は私の道を行くのだ。なんだかプロペラが生えそうな、ん、生えそうな頭だ。感想が間違いなのがお前のデフォルトなんだな。鍵？もしも5万ゴールドだったらまだあるから買うか。よし、黄金の鍵を買ったよ。これで鍵のかかった高岡は私のものだ。まだ別に決まったわけじゃないと思うが。お次の商品は妙な輝きを見つけるヒロイモノの銀の鍵だ。
あれ、ひょっとしてこの人ガラクタばっかり出品しない？また騙されたのか。その木の鍵って何でしょうか。鍵。あったあった。けど、これは金メッキ。は。本気だよ、ティアさん。マジがいつまでも放棄するなと思っていた大間違いよ。なんと、飛行機にも乗る。対価しとる。大体放棄するなとか、作動でもつけないと、死んがいたくてやってられないのよ。